神宮球場には大観衆が詰めかけています。東京ヤクルトスワローズ対横浜 DeNA ベイスターズのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はチケットが早々に完売だそうです。球場はご覧のように超満員、さすがに注目度が高いですね。いやもうこれはね、我々も非常に楽しみですよ。そうですね、超満員のお客さんが詰めかけています。さあこの終盤で同点のランナーを一塁に置いています。バッターは坂口。ここは1点を取るためにバントで確実にランナーを進めるのもありですね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。まあ牽制のうまいピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね。アウトコースに送っています。スピードボールを持っています。ストレート打っていった、落ちた、ヒットになる。二塁はセーフ、ライト前ヒット。さあサヨナラのランナーも出塁します。レフトの深いところ落ちた。ファーストランナー帰れるか、サヨナラか。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁まで進みました。スワローズ追いつきました。5対5、振り出しに戻りました。いい形でつなげましたね。さあそしてこのチャンスで打席には2番のエスコバーが入っています。西さん、この場面スクイズはどうでしょう。まあ犠牲ぐらいでも OK の場面だと思いますけど、スクイズも面白いかもしれませんね。また初球取りました。さあサヨナラのランナーがスタートする、ホームイン。エスコバー、サヨナラの犠牲フライを見事決めました。なんという劇的な幕切れ。ヤクルトスワローズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。西さん、最後の場面きっちりと勝負を決めてきましたね。はい、犠牲フライっていうのはね、意外と打つの難しいんですよね。しっかりよく打ったと思いますよ。これは素直にバッターを褒めたいと思いますね。勝ったヤクルトスワローズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方の DeNA ベイスターズですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。